ズルフィカール・アリーブット、ズルフィカール・アリーブット、ウルドゥー語、シンド語、英語、ザルフィカール・リーブート、1928年1月5日から1979年4月4日は、パキスタンの政治家で、1971年から1973年まで、大統領、1973年から1977年まで、首相を務めた、パキスタン人民党、 PPP の創立者。娘にはパキスタン首相を務め2007年に暗殺されたベーナズ・イール・ブットがいる。彼は社会主義的政策や核開発を進めたが、1977年にムハンマド・ジアイコール、ウルイコール白将軍によるクーデターで失脚した。性的暗殺の容疑をかけられ、1979年死刑に処されたが、これはジアイコール、ウルイコール、 白の主導による政治的裁判と言われてる。ラール・カーナー、現在シンド州近郊で地主で政治家の三男として生まれた。ボンベームンバイ、ン文梅で教育を受け、パキスタン建国運動にも関わった。南カリフォルニア大学及びカリフォルニア大学バークレー校で政治学を学んだ。1951年にカラチ在住のイラン人富豪の娘のスラと、 イスパハーニーと結婚し、1953年の長女、ベーナズ・イールをはじめとして、次男事情を設けた。1957年、パキスタンの国連代表団に最年少で参加。1958年には大統領により、最年少閣僚として、エネルギー省に任命され、その後ソ連との援助交渉などを通じ頭角を表した。 1963年に外省となり、それまでの西側より政策を転換し、アメリカ合衆国と一線を隠して中華、人民共和国やサウジアラビアとの軍事、経済協力関係を結ぶとともに、領土問題を決着させ、東南アジア条約機構からは離脱した。また他のイスラム諸国との関係を緊密にし、非同盟路線を進めた。1965年、 カシミール領有権をめぐり、インドとの軍事衝突が起きた第二次インパ戦争。仏党はインドを避難したが、両国はアメリカ、イギリス、ソ連などの圧力により、国連の仲介する停戦に同意した。仏党はアイユーブハーンと共に和平交渉に赴き、両国の捕虜交換と撤兵に合意したが、国内世論はこれに反発し、仏党もアイユーブハーンに対して批判的になり、 1967年には、辞任して公然と政権を批判し、ラホールでパキスタン人民党を結成した。アイユーブハーンの辞任後、新大統領の下で1970年12月に、選挙が行われ、PPP は、西パキスタンの多くの議席を占めたが、東パキスタンでは独立派で、ムジブル・ラフマンが率いるアワミ連盟型を制した。ムジブル・ラフマンが、 軍に逮捕された後、混乱の中で1971年3月25日が、東パキスタンでバングラデシュの独立を宣言し、パキスタン軍による弾圧が始まった、バングラデシュ独立戦。仏党は軍を支持しながらも、ヤヒアーカーンとは距離を置いた。インドの東パキスタン介入、第3次インパ戦争により、パキスタン軍は12月16日降伏した。 ヤヒアー・ハーンは、非難を受けて12月20日辞任し、仏党が、次期大統領並びに、改元司令官となった。仏党は、ヤヒアー・ハーンを軟禁し、死刑判決を受けていたムジブル・ラフマンを釈放した。1972年1月2日、仏党は、主要産業の国有化を宣言した。また、労働者の権利を拡大するとともに、地主の権力を制限し、 農地解放を実施した。4月には国会を招集し、戒厳令を解除、新憲法の起草を命じた。1972年7月2日、仏党はインドを訪問して、インディラ・ガンディー首相と交渉し、和平、捕虜の機関、カシミールでの停戦ライン確定などを定めたに、調印し、また、バングラデシュを承認した。一方で、各開発計画に着手し、 カナダの協力で11月に原子炉を建設した。中国の毛沢東と会談して、高濃縮ウランの提供などの協力も取り付け、後の核実験の成功につながることにもなる。1973年1月、バローチスターン州で反乱が起き、この鎮圧を軍に命じた。3月30日、一部軍人が食い出たを計画したとして逮捕され、この時、ムハンマドジアイコール、 ウルイコール白順章が軍事裁判長に任命されている。4月12日、新憲法が発行した。8月10日、大統領職をに譲り、自らは首相となった。この時、旧地で詩人のファイズ・アハマド・ファイズが文化顧問担当に任命されている。7月にバングラデシュを正式に承認し公式訪問した。ブットは中国及び、 イスラム諸国との関係をさらに深めた。国内では、イスラム教、アフマディーヤ派の扱いなど、や、分離主義などの問題も生じが、国有化政策と、経済開発が推し進められた。しかし、官僚主義が蔓延するとともに、経済効率は低下し、仏党への支持も低落していった。仏党に対する批判は増し、特に政策的には近かった野党の、 ナップとの対立が激しくなり、同党の禁止と幹部の逮捕に至った。人民党内部でも対立が激化し、1974年3月に仏党と対立した幹部が狙撃され、父が死亡した事件では、党内構想によるという非難が吹き出し、p p p 幹部が仏党を公然と非難した。さらに、地方の混乱を鎮圧するためとして派遣された軍が、 残虐行為を働いたとして非難された。1976年には他の将軍を出し抜いてジアイコール、ウルイコール博を昇進させている。1977年1月8日、反対派はパキスタン国民同盟、プナを結成した。仏党は選挙を実施し、国民同盟は敗れたが選挙に不正があるとして無効を訴えた。イスラム指導者も仏党政権打倒を訴えた。 仏党は再度選挙を行うことに同意した。1977年7月5日、仏党と閣僚たちは、ジアイコール、ウルイコール白将軍を中心とする軍により逮捕され、戒厳令が発せられた。また人民党と国民同盟の幹部も逮捕されたが、10月の選挙は認められた。仏党は7月29日に釈放され、選挙に向けた遊説を開始した。 8月には再度逮捕されたが間もなく釈放され、妻、ヌスラトが人民党の次期党首に指名された。8月17日に、また人民党幹部と共に逮捕された。仏党はカスーリー暗殺に関与した容疑をかけられ、10月24日に裁判が開始された。関係者から仏党が関与したとする証言が出たが、彼は軍のでっち上げだと主張した。 ラホール高等裁判所は1978年3月18日、仏頭に死刑判決を言い渡した。1979年2月6日、仏頭は最高裁判所に判決の見直しを訴えたが、却下された。政権に対して死刑回避の国際的圧力が高まったにもかかわらず、4月4日、公死刑が執行された。遺体は、故郷、ラールカーナーで埋葬された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。